大江広元は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての阿蘇。はじめは朝廷に仕える下級貴族だったが、鎌倉に下って源の頼朝の側近となり、鎌倉幕府の万所初代別等を務め、幕府創設に貢献した。旧安四年に生まれる。少年は、東鏡や鎌倉年代期、関東表情伝などが、 カロ元年に78歳で死去したとする記事を載せていることからの逆算である。なお、尊辟文脈では、カロ元年に83歳で死去し、少年は工事に年としている。広本の出自は諸説あり、その詳細は不明。講子家府では、藤原光吉の息子で、母の再婚相手である、中原広之のもとで養育されたという。しかし、尊辟文脈初衆の、 大江氏刑図には、大江忠志を、ジップ、中原博之を養父とし、逆に、俗軍書類中書集の中原刑図では、中原博之を、ジップ、大江忠志を養父としている。当初は、中原姓を称し、中原博本といった、大江姓に改めたのは、晩年の憲法4年に、陸津守に任官した、以後のことである。この折、改正戦時を願った申し上が、 安ズ鏡カるう6月14日の上に載っているが、その申し状では、養父、中原博之に養育された恩はあるが、大江氏の水運を見逃すことはできないとして、ジップ、大江忠志公の軽子となることを望んでいる。広本の兄、中原近義は、源の頼朝と親しく、早くから経営を離れて、頼朝に従っている。2年10月に近義は、 源の義経の軍勢と共に上洛し、翌元略元年正月にも再度入京して、頼朝の大官として、万事を奉行、貴族との交渉で活躍した。その、近吉の縁で、広元も頼朝の寄った鎌倉へ下り、公文書の別当となる。さらに頼朝が二品右大将となり、公文書を改めて万所としてからは、その別当として、主に朝廷との交渉に当たり、 その他の分野にも実務家として広く関与した。東鏡文治元年11月12日の、城によると、頼朝が守護、地頭を設置したのも、広本の検索によるものであるという、正治元年の頼朝死後は、御家の北条政子や執権、北条義時と協調して幕政に参与した。上級の乱の際は着難、親広が、官軍についたため親子総国する。は、 広本はあくまで鎌倉方に立って主戦論を唱えた北条政子に協調。朝廷との一戦には慎重な御家人たちを鼓舞して幕府軍を勝利に導いた功労者の一人と記している。和田合戦に際しては軍勢の召集や所領の訴訟において広本が執権の義時と共に連勝した文書が存在する。また頼朝が強いつながりを持っていなかった。 土見門どかなどの苦業とも独自の連絡網を持っていたことなども明らかになっている。こうしたことから、広本の存在は単に鎌倉における経理の筆頭で、あるばかりではなく、政策の決定や思考にも影響力を行使し得る、重要な地位を占めるものだったことが指摘されている。なお、頼朝の財政中、鎌倉家診断は、当領の最高層にいいという高い官位に対し、実定の乗りより、 周都の法上時政を含め最高でも15一下止まりという極度に隔絶した身分関係にあったが、参入以前にすでに15一下であった。広本のみは、早くから正五よ一人許されており、明日とも一歩抜きんでたナンバー2の地位が示されていた。頼朝死後も最高実験者である北条義時を上回る正4位を得ており、少なくとも、 名目的には将軍に次ぐ存在として苦されていたと言える。大江広元の墓、藤原光義肖像くらい、三義。自称三年の政変で一時解任されるが福位する。その他、三河国の堺市、稲葉国の毛利市、出雲国の田越など、大江広元を外する家は多いが、真偽のほどは不明である。子孫には、元や、広氏を通じとしている家が多い。 日付はすべて旧暦。ありがとうございます。